ったよ。見やすい、見やすい。そうね、下より。はい、お釣り。ありがとうございます。はい、どうぞ。やったかい、天気もありますよ。そうそうそう、はい。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。本日の、サンダース大学附属高等学校、ケイちゃん、ね、皆さんおケイちゃんと思いますけども、まあ、誕生会に本当にお越しいただきありがとうございます。これからですね、ただいまから、ケイちゃんの誕生会を行わせていただきますが、私改めまして私飯尾佳祐さん、松本と申します。通称まっちゃんと呼ばれております、ね。まあ、今後とも皆さんよろしくお願いします。ケイちゃんの、まあ、父親代わりでもありますし、また、おじさん代わりでもありますし、まあ、いろいろな意味があります。まあ、今後とも松本もよろしくお願いします。さあ、ただいまですね、ファンファーレの演奏から、ご協力いただきました皆さんご紹介します。皆さん、大洗高校ブルーホークス、まあ、もう世界的に有名なんですが、そのメンバーの OB の皆さんで、清光バンドと申しまして、リーダーの皆川さんはじめでございます。皆さん、今後ともブルーホークスおよび、OB、清光バンドもよろしくお願いします。タイムスケジュールからお話ししますと、まあ、こちらに書いてありますようにですね、まず11時からですね、水戸ホーリーホック J2 水戸ホーリーホックのですね、岡田明久選手という方が来ましてですね、やはりお祝いに駆けつけてくれまして、今日はサイン会なども行います。ね、ぜひ皆さんよろしくお願い申し上げます。と同時にですね、このサイン会にかかりましてはちょっと見ていただければですが、なかなかポストがあります。ね、ピンと赤のありますが、お気持ちで結構でございます。ね、そこにちょっと入れていただきまして、町および商工会および、ガルパンの本日ですね、一部寄付などをさせていただきたいと思いますので、皆さんご協力お願い申し上げます。それとですね、この時間タイムから言いますとですね、11時からの今のサイン会およびなんですが、一番のメインであります、ケーキなんですが、ケーキがですね、約ですね、11時半ぐらいには到着する予定なんです。で、ここのメインに置かせていただきまして、皆さんにたくさんでこうカットしちゃいますと食べきれない方がおりますので、
スプーンを用意してございますので、ワンスプーンなんですが、皆さんどうぞ味を見てください、ね、すごい大きなケーキを本日は用意させていただいております。それからですね、タイムスケジュールから言いますとですね、まずこの抽選券を皆さんお持ちになっているかと思うんですが、11時ぐらいからですね、抽選会を行います。金銀およびいろんな商品を用意してございます。サンダースというぐらいなもんですから36個用意してあります。ね、からくりもありますからね、本当に皆さん楽しんでいってください。以上、私からでございます。まあ、今日は一日皆さんゆっくりどうぞ遊んでってください。よろしくお願いします。はい、皆様改めてお疲れ様でございます。ありがとうございます。ただいま、お笑い高校のマーチングバンドのブルーホックスの大きいの、清水バンドの皆様、これからの時間なんですが、演奏していただきます。そうですね、皆さん左側にご覧いただければですね、水戸ホーリーホック K2 のですね、岡田明久選手と申しまして、もう一番若手で一番もうね、今人気のある岡田明久選手です。これからも皆さんどうぞご声援をお願い申し上げます。お願いします。はい、それから水戸のホーリーホックのキャラクターのホーリーくんでございます。皆さんよろしくお願いします。J2 の13位で、ありまして、これもね、皆さんのご声援のおかげだと思っております。よろしくお願いします。左側テントの方でですね、岡田久選手のですね、サイン会をですね、色紙がある限りということで大変申し訳ございませんが、これからサイン会を行いますので、ご希望の方ですね、よろしくお願い申し上げます。はい、じゃあ以上でございます。じゃあ皆さんよろしくどうぞお願いします。紹介したいと思います。まず真ん中に立っております小太鼓、スネアドラムです。こんな音をします。続いてテナードラムです。これは、太鼓が6つついております。こういう音が出ます。ベースドラムです。こんな音します。
添えてもらってたはずなんだけどな。はい、お疲れ様です。じゃあ、ハンバーガー食ってるみたいになってる。皆様大変お待たせしました。パーティーの方はですね、1時からになるんですが、一応ケーキが入りましたので、ケーキをちょっと皆さんにお披露目しますので、お写真をお撮りの方、どうぞお撮りしてください。縦長にして、縦長。ちょっと一瞬こっちに出させて。本日のメインでございます。ケーキの方ですね、ケーキの今日ハッピーバースデーなんですから、みんなで合唱しながらして、お祝いしてください。よろしいですか？ということでございまして、前奏が入りますので、後に前奏が終わり次第ということになりますか。リーダーの日永さんでございます。よろしいでしょうか。皆さん、ここにお立ちをお伝えしてください。リーダーの名前はお父さんは、長官です。以上、ホーリーでございます。はい、それでは、バンドの皆様、よろしいでしょうか。ガルパンに対する、まあ、視力ですね。あと最終的に必要なのは運転
田村です。問題。K さんの声優は、川澄彩子さんであるか、丸かバツか。はい、自分で考えてくださいね。自分で考えてくださいね。おっと、ここで、松原さんの方に誰もいなくなっちゃったか。そんなに人気がないのか。はい、じゃあ、ロープ。で、下にロープがあるんで、それを引っ張りますんで、時間になったら。それ以上はいけませんので、よろしくお願いします。はい、どうぞ。じゃあ、正解は丸です。問題、劇場前より撮影権を決めるとき、K
ございます。すいませんね、ぐらぐらな話ちゃんと考えます、今度から。人は散歩の一人としてそこ本人に残れて本当に良かったと思っております。今日はありがとうございます。神奈川と嵐から来ているところです。ありがとうございます。そして皆さんも、お笑いを楽しみましょう。ありがとうございました。初めましての北中から来ました。お笑いには100回以上来てるんですけど、まあ、こういったクイズ大会とかでご一緒に来てもらったのは皆さんに素直です。今日はどうもありがとうございました。まあなんか速攻落ちると思ってたんですけど、なんか残ってしまってすいません。ありがとうございます。パパバカレしました。じゃんけん強くてよかったです。ありがとうございました。以上をもちまして、〇〇クイズ等を終了いたします。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。いろいろと長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございます。またあと1時間ほどの時間があるんですが、まだまだこちら側の売店の方にですね、食べるもの飲むものまだまだありますので、どうぞ皆様あと1時間どうぞごゆっくりしてください。それとですね、このようにたくさんのですねお花などをいただきまして、記念品いただきまして、本当に皆さんありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、もう一つですね、景品が5分あるんで、どうぞ皆さんまだまだ食べてってください。はい、どうぞ遠慮なく、はい、どうぞ美味しい景品、はい、どうぞ皆さん、あ、スプーンがありますんで、どうぞまた、はい、お願いします。